はい、こんにちは。えー、今回ですね、あの、物理学で一番有名な方程式。もう物理学なんか何もしなくてもこれだけは知ってますね。E イコール MC 事情は、えー、っていうことですね。E イコール MC 事情。まあ、E っていうのはエネルギーのことですね。で、MC の M っていうのは、えー、重さ。M は重さで。で、C っていうのは速さっていうことになりますね。 つまり、重さかける速さの事情が、えー、エネルギーと同じであるっていう。まあ、速さっていうのは、これ、この場合、あの、高速の速さ、光の速さのことで、秒速30万キロメートルって言われるやつですね。はい。まあ、エネルギーのいい。で、MC 事情。つまり、質量。物質ですね。つまり、物質は、イコール、エネルギーであると。これって、仏教的に言うと、一足多。つまり、何もないっていうことが、 すべての物質性であるっていう。こういうことになりますね。要するに何もないからすべてなのだって言いますけど、これを E イコール MC 以上って表してますね。はい。で、要するにすべての物質質量っていうのは宇宙全体の質量、すべての平行世界、平行宇宙、この物質性っていうのは実は何もないっていうことなんだよっていう。 で、これが今のですね、現代科学の老子力学とかの土台になってるんですよ。で、つまり何もない真空がから、なんでビッグバンが起こって、無限にビッグバンが起こって、宇宙が生まれたのかっていう、こういうのが今、最先端の物理学ですね。でも、これって仏教的に言うと、何かが生まれてるわけではなくて、もう何もないっていう状態が、あらゆる瞬間がこうあるっていうことで、これを、 方程式すると E イコール MC 事情。何もないっていうことが全てなんだよっていう。つまり何もないっていうこと。無償法人。何も生じていない状態っていうことが、えー、あらゆるものが、あらゆる始まり、あらゆるプロセス、あらゆる、えー、時期。全てのないが、全てとして時期。そして時期が全て終わった状態、滅人。この状態があるってことっていう。ですからこの方程式って、あの、仏教ですね、思いっきり。 はい。この方程式ちょっとこれからですね、えー、使うんでいろいろ。まあ、今回ここまでにしますけど、まあ、アインシュタインってなんで人類史上最大の偉大な人かって言われる理由ってのはここにありますね。あと、この方程式、e、イコール MC 事情がなんでこんなに有名なのかっていう。つまりなんで人間の精神をここまで引っ張るのかっていうのは何もないから全てのならっていう一足多。つまり無償法に何も始まっていないっていうことが すべての無限の始まりと、そのプロセスと、そしてその、えー、悟った状態、そして儒木を授けた状態、そしてそれが終わった滅人の状態が全部集まったものが何も始まっていない状態だっていう。ですからこれ結局仏教の極意を言ってますね。いいこれ無事事情。これは無償に何も始まってない状態が全てがある状態だっていう。はい、今日はイいですと